ていう、かなりテクニック知ってるプレイヤーですね。そうですね。さあ、この3試合エキシビジョンマッチ、どんな動きを見せてくるか。注目の一歩目、さあ、後ろに大きく取ったのはアイデル。スコーナーが後半で切り返してカーブに行く、第2章を使っている。カーブにカーブして、後ろはここはオンラインドロー投げで窓を落ち着いて止め始め、何するカード相手です、逃げる。しかしここでカーブが光っている。さあ、横ターン、しかし召喚カードでうまく切り返し投げる、捕まえて、どうする狙う。これはボディが裏で、また裏側に中央に戻っていく。なかなかいいですね、アイベルボールで立ち上げていく。そこは立っている。スポーンはスライッ、それは立っている。そして表プレス、カウントで取っていたのはアイベルボールで、どう見ますかね。さあ、ちょっとまたさっきと技の出し方が違ったんですね。ちょっとタイミング変えてきてますね。さっきは腹が重かったんですけど、前の方のスライディングで最後の試合もちゃんとボール入れて入れてますね。はい、タスキまんまといったところか。さあ、大将隠しされていたが、お強いのやつ、ここで決まった天心9、10、2章が入って、さあ、ここでまたアマキャン、この精度本物か。リトラスマーク、これが大きい攻めしてたんじゃないですね。そしてゲージの終分、どうさせて、さあ、このままさあ、ダメージ追いつけたのはフレイム、しかし少し下がって距離よく、さあ、いける、どこで仕掛けてくるか。プレス、これが当たっている。さあ、スライディングで一歩を止めて、調整を取っていたアイベルボールで立ちたいのはちょっと多分ですけど、はい、さっきの試合とちょっと打ち方が近づいてあります。これと今回は来月に戦ったり、はい、結構前の試合では使ったシーンが、はい、いいですか。そうですね、さあ、でもですね、やはり間合い管理とその押し引きの駆け引き、うまいですよね。はい、テイクイーターの決まり、あいつのところで、このままめくりフェスはしっかり倒して、ここだけ
止まっていない、スイスイ歩いてくるメタリウム。テレストスラを駆使して止めていく。アメンジ、コントロールを取って、リクエイシュしこれをしっかりバックシュームです。コロナスいない、最後立ち台キックすかして、中足を決めてメタリウム第1ラウンド。カメラさんのところ何か出ない、強気に行きつつも、こういう目勝つと、そうですね、さっきまで頑張りになってて、うん、結構ただ大胆なだけではない、そうですね、かなり惜しいっていう、まあ、しかもこの送ると、例えばアーマンからアーマンからの腹を忘れずにと、忘れずに、しかしこのメイクリはダウンしていると、はい、はい、ですね、はい。さあ、注目の4試合目、決めのユーザーこれでこれはその場で3本で試合は終わります。さあ、具体球を落として裏から刻んで、しかしダブルショーが使っている、目つぶしの逆中盤から投げが入って、決めのユーザーセカンドムード、画面端裏から下が右手で、しかしパワープレスを出したら、お次によるできたか、今のランはちょっと手詰まり感があった、あるんですか、いや全然良くないですね、ダッシュ投げ2連発、フィーリング向きがやっていくスタイルになってきたか、まだ日差しがスライキング当てて、さあ、サプリスこのオルガスが入っていない、サポートを重ねて動かさない、ゲームセッションで押し込んでオンドラップ、しかしまだ止まらない、感じでしたね、あれでした、もういつまで続くんだ、さっきやの繋がっちゃってる。